アハマド・ハリールは、アラブ首長国連邦、シャールジャ出身の同国代表のサッカー選手。ポジションはフォワードで、現在は UAE のシャバブ、アル・アハリドバイに所属している。ニックネームは、レッドカード。アハマド・ハリル、アフメド・ハリルとも表記される。2007年、アル・アハリで、プロデビュー。2008年の10月、11月に行われた AFC U-19 選手権に UAE 代表として出場、決勝のウズベキスタン戦で2ゴールを挙げるなど、同大会優勝の中心的な活躍を見せた。日本の永井健輔と共に大会得点王となり、大会の MVP にも選ばれた。その活躍で2008年のアジア年間最優秀ユース選手賞を受賞し、UAE の選手初の受賞となった。2008年2月、FIFA ワールドカップアジア3次予選のクウェート戦では16歳という若さで A 代表デビューを飾った。同クラブに所属していたファイサル・ハリールは実刑で同じ FW。ありがとうございます。